こんにちは、まさこです。今日は蜂蜜を食べます。じゃーん。すごい、このタイプの蜂蜜を初めて買ってみたので、初めて食べてみようと思います。ちょっと見た目がすごい。これはどうやって食べるの？蜂蜜の匂いちゃんとします。これをね、なんかね、箱に入ってるんだけど、これ取るべきなのかな、外せるのかな。これ発泡スチロールだから取れるんだ。持つのも怖い。はい、よし、じゃあちょっとガブッと行ってみようと思います。いや怖い。行きます。よし。めっちゃ蜂蜜、この周りのこのなんだろう、壁は食べれない。いや、食べれるのかもしれないんだけど、食べてると口の中にこう残っちゃうんだよ、ガムみたいに。あー、でも本当にすごい、こんな感じになって中の蜂蜜がじゅわっと出てきてます。もう一口食べてみます。うん、めちゃめちゃ甘くて濃厚な美味しい蜂蜜って感じ。うん、こんな感じで、すごい綺麗、ね、綺麗ですごい美味しいんだけど、食べれるのがなんかね、すごい勇気がいる。ちょっと待って、やばい、なんかちっちゃい虫がいる。見える？なにこれ、ほら、これどっから出てきたの？なんかね、蜂蜜の糸にぶら下がってんの。見える？これ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 、君どこにいた？蜂の子供？どうしよう、めっちゃちっちゃい、初めて見たぐらいちっちゃい虫がいて、虫固有系の、なんでいたんだと思う。じっくり見たんだけど、虫みたいなものはもういなくて、あ、もう見た感じいない、いない、絶対いない、絶対いない、
絶対ないぞ。もう食べちゃったし手遅れだ。よし、続きを食べていきます。頑張るぞ。なんか噛んだ瞬間に独特な香りがするんだよね。この周りのなんだこの何なのこれ鉢の壁みたいなやつの独特な、なんかローじゃないんだけど独特な香りがします。間違いなくします。ここがなんかね変に四角いからなんか怖いんだよね。ちょっと四角いところと発泡スチロールに挟まってた部分がね硬くなってて、こんな感じ。いただきます。甘くて美味しい。むせる。でも結構頑張って食べたよね。ラスト一口にします。よし、ガブッとここ行きたいと思います。よし、手がこんなにベトベトになっちゃった。今日はこのタイプの蜂蜜を食べてみました。結構前から、YouTube で他の人が食べているのとかを見て食べたいなと思ってたので食べれて満足です。あ、ただ一回食べたらもう満足 OK って感じでした。甘くてすごい美味しかったです。甘くて
てんののがヒリヒリする。